こんにちは、かおるんです。今日はね、ちょっと初めに紹介したいものがございまして、僕のね、高校生からの友達中達くんという方がね、ブログを始めました。彼はかつて歌でね、ユニットを組んでいた中でもあるんですけれども、プログラムを勉強したいということでね、始めていたらなんとね、ブログも作れるようになってしまったというところで、僕のね、ことも紹介してくれてますので、ぜひぜひ皆さんチェックしてみてください。ということで、今回は久しぶりの JVC ケンウッドの製品を紹介していきたいと思います。 JVC ブランドから出していて、かなりね、売れているワイヤレスイヤホン初心者向けのエントリーモデル、こちらのね、シリーズの最新作ありましたので紹介していきたいと思います。かなりね、ハイコスパで結構ね、スペックがいいのです。それがこちらです。ドン、 HAA11T でございます。イエイ。今回のね、HAA11T のね、過去モデルとして HAA10T というね、モデルがあったんですが、こちらがね、JVC ケンウッドの中でトップクラスのね、売り上げを誇っていました。エントリーモデルとしてしっかりね、その役目を果たしてきた A10T なんですが、今回のね、A11T はね、さらにグレードアップしていますよということで、前回のとね、比較しながら基本スペック見ていきましょう。まずね、色はね、僕が今回購入したブラックの他に、ホワイト、インディゴブルー、あとはね、薄茶色をしたトープの4つになっております。対応コーデックは SBC の他に、なんとね、クアルコムアプト X にも対応しております。これがね、今回の進化したポイントでございます。連続再生時間は本体が8時間、ケースが20時間の合計28時間となっています。こちらもね、前回の A10T と比べて2倍進化しました。充電ケーブルはマイクロ USB タイプ B を採用、防水性能もついていて IPX5 となっています。さらにね、次の2つも進化しておりまして、1つ目がね、ボタンを1回タッチすることによって外音取り込み機能を搭載しております。次に2つ目は、左側でも右側でも片耳だけの使用が可能となっていて、テレワークに最適となっております。そして最後に、これだけ性能がね、良くなっていて、値段前回と変わらず6490円となっております。これは素晴らしいね。はい、ということでズームして見ていきましょう。まずね、本体とケース、見た目はどちらもね、一色系統のザ・シンプルといった感じでございます。触ってみた感じ、イヤホン本体の側面はゴムでできているので、結構ね、触り心地いいです。本体のね、他の部分とケース全体はプラスチックでできているんですけれども、こちらもね、ザラザラしているので指紋などつきにくい感じとなっております。充電ケースが分厚いので、ここがね、もうちょっとね、スリムになってくれればいいかな。あとはね、開閉部分がマグネットでできているので、ここがね、開いちゃわないかがね、心配ですね。あとね、付属品ですが、本当に最低限といった感じになっております。まずね、イヤーピースですね、こちら S と L、 あとはね、 M が本体についていて、1つずつございます。さらに充電ケースとしてマイクロ USB のタイプ B、 あとはね、説明書とパッケージとなっております。パッケージも本当にね、シンプルなデザインとなっています。見た目はこんな感じです。かっこいいというよりは可愛い感じになっております。ガンガンね、目立っていくというデザインとは違って、全体のね、服装に対してちょっとね、アクセントを加えたおしゃれというような感じでございます。実際にね、音楽も聴いて音質を調査してみたんですけど、やっぱりね、 JVC ケンウッドだけあってね、音質はね、なかなかいいなと感じました。前回紹介したビクターブランドの HAFX100T のように、際立った特徴を持った音ではね、なかったんですけれども、エントリーモデルにふさわしい万人受けするね、音になっていると感じました。ここまでいい点述べていったんですけれども、今後に期待ということでね、改善してほしい点が3つございます。1つ目はね、やっぱりコーデックで AAC が欲しいですね。 AptX ね、めちゃめちゃいいんですけれども、そのね、 AptX と SBC の間って AAC、 こちらね、 iPhone で結構ね、皆さん聞くので AAC 対応してほしいなと思います。2つ目がね、やっぱりケースがね、少しね、分厚い感じになっているので、ここをね、もうちょっとスリムにしたらかっこいいなと思いました。最後に3つ目は、やっぱり充電ケーブルはタイプ C にね、対応してほしいですね。ワイヤレスイヤホンって充電が都度必要なので、早くできるにね、越したことがないんですよ。なのでやっぱり今回のマイクロ USB ではなくて、流行りの早く充電できるタイプ C をね、採用してほしいですね。今述べた3つの要望は、ぜひ次回のモデルで対応してほしいなと思います。
以上がレビューになります。今回紹介した HAA-HHT は前回第2期であった A10T と比較して大幅にね進化しておりまして、コスパがいいのにもかかわらず結構スペックのいいモデルになったと思います。一つ一つの機能がめちゃめちゃすごいというわけではないんですけれども、逆にね尖ってないからこそ幅広い年齢層の方がね手軽にとって間違いのないエントリーモデルになったと思います。ワイヤレスイヤホン初めて使ってみるよって人だったりとか、あとはちょこっと普段ね使いたいよって方にとってはぜひねおすすめしたい一品でございます。今回紹介した HAHHT の詳しい製品情報をね下の概要欄に載せておくので、ぜひぜひチェックしてみてください。ということで今回もカオルの動画ご視聴いただき本当にありがとうございます。カオルの動画面白かったよ、役に立ったよ、楽しかったよと思ってくれた方、ぜひぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。チャンネル登録者1000人を目標にして頑張っていますので、ぜひぜひ応援よろしくお願いいたします。ということでまた次回のカオルの動画でお会いしましょう。バイバイ。